はい、Android アプリ、容量多くて困ってるユーザーも多いと思います。はい、では容量の多い Android アプリをどうにか SD カードに移動させましょう。まあこれは、対応してる機種と対応していない機種、分かれるので、対応していなければちょっと、まあ、できませんっていうことですけど、対応していればできるので、とりあえずやってみましょう。はい、Android アプリ容量多いなと思った場合ね、このストレージが減っちゃったなと思ったらね、これをやりましょう。まず手順ですね。設定アプリから、あとはアプリ、そうするとこれ出てきますね。で、例に挙げるとこのアプリまだ移動しないんで、これいきましょう。内部ストレージの中に入ってますね。内部ストレージっていうのはこの端末の中ですね。この端末。じゃあ外部ストレージっていうのはマイクロ SD の中ですね。どこにあるんだろう、こっちかね。とにかくね、外部ストレージに移動させたいですという時はこの変更です、押しましょう。あ、これ外部ストレージって言うと SD カードって言うんですね、ちゃんと。では SD カードに移動させましょう。これタップすると準備の画面に行きますね。そしたら移動、移動中です。はい、移動されました。これで外部ストレージに移動しています。はい、外部ストレージで書いてあれば SD カードですね。で、この SD カードからこのアプリが起動できるっていうわけですね。まあこれをどんどん繰り返しやっていくと、このストレージのところどんどん減っていきます。22ギガ使用中ですね。ただこれが10ギガぐらいも落としたりするんですかね、うまくやれば。ということで皆さん、これで、やってみてはいかがですか。はい、こういうふうに Android はこういうふうに使えば、ちゃんと動作するので、動作というかね、ダウンロードとかまだできると思うので、こういうふうに使いこなしてみてください。ということで以上です。おしまい。